ドッピアー湖は、イタリア共和国トレンティーのアルトアディジェ州、ボルツァーノ自治県にある人口約3300人の基礎自治体。ボルツァーノ自治県の東部、オーストリアとの国境から約13キロメートルに位置する。この地域は、ドロミーティに属し、周囲を風光明媚な山に囲まれ、保養地、避暑地、スキリゾートとして訪れる人が多い。 ドッピアー湖の地域には分水海が通過している。分水海の東にあるドッピアーコパエゼに源流を発するドラーバ川はドナウ川の支流である。ボルザーの南チロル自治県地図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の BL はベルーノ県所属。AT-7 はオーストリアのチロル州所属を示す。2011年に行われた 住民がドイツ語、イタリア語、ラディン語のいずれの言語集団に属するかの調査によれば、住民の約84%がドイツ語話者で、イタリア語話者も約16%いる。1990年6月5日、ジーロ・ディタリア1990の第15区が行われ、フランスの W ・エリック・ボワイエが勝利した。ありがとうございます。